種寺は、京都府舞鶴市にある新言州当時派の寺院。三号は、伊王山。本尊は、薬師如来。大浦半島の種山の中原、海抜300メートルに位置する。早々の正確な事情は不明である。教法2年の種寺演技によれば、陽明天皇2年、聖徳大子の弟、マロコ王の会期と伝えられる。演技によれば、父。 陽明天皇の命を受けたマロコ神皇は、丹後の庶民を苦しめた鬼族を、七仏、薬師の法の力で平らげ、その加護に報いるため、丹後の国に七箇所の寺を建て、七仏薬師像を安置したという。その中で、神皇の御事物であった第七薬師リリコーニオライを、本尊としたのが当時で、伊王三種寺と名付けられたという。平安時代に入ると七道動画は異風をとかし、 金号の菩提寺として栄えたが、鎌倉時代、室町時代の打ち続く戦乱に崩壊し、昔の相関は影を潜めた。現在は、新言州当時派に属し、西国薬師49霊場30番札所として、風光明媚な自然の山懐に佇んでいる。また、平安時代、鎌倉時代、室町時代などの中央作の貴重な文化財を、当初の造用で依存されている。 室町時代以降、由緒ある寺として、丹後の有力者の庇護を受け、多くの安土城、寄進城が残されている。先の世に巻きつる種の追い出て、のりの花咲く春造礼式、郵便番号625-0152京都府、舞鶴市種寺346。ありがとうございます。